リールズリーグ第7節、ウィナーズ対リベンジャーズ。すでに優勝が決定しているウィナーズですが、最後に立ちはだかるのは最強の反逆者たちです。しかし過密日程の影響か、ウィナーズは怪我人が続出。交代枠はキーパー登録の秋則と圭介のみという窮地に立たされた状況で、ライバルとの決戦に臨みます。対するはリベンジャーズ。リーグ優勝は逃したものの、最後の最後、この一戦に全てをかけてウィナーズを倒しにかかります。監督の退任、メンバーの入れ替え、これまで幾度の逆境に立たされてきた彼らですが、全員で乗り越えてきました。今宵ウィナーズという最大のライバルを相手に、リベンジを果たすことはできるのでしょうか。さあ選手入場です。いよいよリールズリーグも最終節、最強のインフルエンサーチーム同士の最終決戦です。この試合の実況は原大吾がお届けします。本リーグ戦は前後半20分ハーフ、交代制限5人までとなり、強度の高い試合展開が予想されるリールズリーグ特別ルールとなっております。またこの試合は鴻巣陸上競技場での有観客での開催となります。両チームのスターティングメンバーです。ウィナーズシステムは 4-2-3-1、 ゴールキーパージャイアント和樹、ディフェンス右からかける幸次郎、茂、アザッス、中盤ダブルボランチに翔平、ウンパルンパ、右翔ちゃん、左に純也、トップ下に義士、ワントップ歩夢です。注目選手はフォワードの歩夢。前節ではチームを優勝に導く見事なスーパーゴールを披露しました。怪我人続出で苦しい状況ですが、頼れるエースが前線からチームを牽引します。一方こちらはリベンジャーズ。システムは 4-4-2、 ゴールキーパー宗氏、ディフェンス右からソータ、ツバテイン、リョータ、ルチョ、中盤ダブルボランチにオバタロウ、アセイ、右にビニ、左にトッチ、ツートップに大地と達也です。注目選手はフォワードの達也。現在4得点で得点ランキング1位。この試合でゴールを決めれば、単独でリーグ得点王の座に大きく近づくでしょう。花のエースはウィナーズのゴールを脅かすことができるのでしょうか。さあリールズリーグ第7節、ウィナーズ対リベンジャーズ、今キックオフです。リールズリーグ最終節、ついにウィナーズとリベンジャーズ直接対決です。黄色と青のユニフォーム、ウィナーズ右から左に攻めていきます。一方水色を基調としたユニフォーム、リベンジャーズ左から右に攻めます。ビニが攻める、幸次郎のクリアです。非常に緊張感のある立ち上がり、歩夢が行きます。今日はフォワード歩夢、ワントップ気味に入ります。歩夢のクロス、当たったボール。今日はゴールキーパー宗氏です。リベンジャーズコーナーキックのチャンスを獲得しました。ウィナーズです。歩夢のキック、ボールに向かっていく、宗氏のパンチングがゴールに吸い込まれてしまいました。オンゴールです。思わぬ形で試合が動きました。立ち上がりの1分30秒、右手でパンチングに行ったところ、うまく当たりませんでした。立ち上がり2分、思わぬ形でゲームが動きました。ウィナーズ先制。歩夢、左に流れて歩夢運んでいきます。間使う自身、2人で挟んでいきましたが、ここはおばたろう、そして歩夢のマッチアップでした。長いボール、コントロール第一、ウィナーズは怪我人続出、今日控えはフィールドプレイヤーとして秋則、圭介、この2人のみという状況です。
そんな中、満身創痍総力戦ということになります。小畑太郎から立てます。達也が真ん中で呼んでいました。そんな中、今日は歩夢のワントップ 4-2-3-1 の布陣を那須監督は敷いてきました。つばたインドクリア、小次郎跳ね返す。両チーム、大地が拾った、右へ展開、ビニが待っています。ビニ、大地内側からサポート、シゲがカバーリング。大地と達也の強力ツートップです、リベンジャーズ。リベンジャーズの方はこのツートップにしてから攻撃力が増して、チームとして成熟度が上がってきました。翔ちゃんです。内側取って翔平が出てきます。今日は前線、このウィナーズに欠かせないタカも不在という状況になります。キャプテンの慶吾だけではなく、タカも不在というウィナーズ。その中でもどんなに苦しくても、このリベンジャーズには負けることは許されません。ソータ背後へ、シゲがここはしっかりとマイボールにしました。このシゲにかかる期待、これも今日はかなり大きいという状況で戦います。小次郎から右、タケルからのパスですが、大地がチームメイトを鼓舞します。もっと前から行こうと。ちょっと立ち上がりミスもあってリベンジャーズ失点もしました。それをちょっと、その落ち込んだ空気を変えようという大地の声かけです。ルチョ、小畑太郎、右のソータです。ビニ当てて、達也横、アセイ、達也のパス、ツバテインから前線へ、胸コントロール。セカンドは小畑太郎、拾ってアセイ、トッチです。トッチ、トッチのクロス、逆サイド、フリーだー、来ました。10番達也が決めて同点。頼りになる男です、10番の達也。これでリールズリーグ5点目、得点ランクトップ独走です。トッチのクロス、ダイビングヘッド、ジャイアントカズキも届かないゴール隅へ見事に流し込みました。まだ立ち上がりの7分ですけれども、両チーム得点を取り合う展開。ここでウィナーズは一度集まって確認をします。さすが最強のインフルエンサーチーム同士、お互いの意地とプライドバチバチぶつかり合っています。厳しく来る、ソータファールです。すぐ始めた、ボールがちょっと止まっていませんでした。ゴールキーパー宗志、距離はありますが、シゲがボールをセットしました。この人なら十分射程圏内。正面から入って、揺れてきました、わずかに右。ブレ玉、後ろからの角度、少しインにかかりすぎたという感じです。直接フリーキックも今シーズンこのリールズリーグで決めています、シゲ。小次郎、セカンドボール、翔平、翔ちゃん、ルーチョのクリア、ちょっとおっと激しくぶつかった、大丈夫でしょうか。アセイ、左、トッチ、トッチのクロスからでしたがヒール使った、大地のミドル、ちょっと倒れてますので止めました。翔平です。
ももを抑えてます。勢い余ってツバテインとぶつかってしまいましたが、笑顔が見えています。ちょっとかけるコントロールできませんでした。一つ一つのプレーに緊張感があります。第一、ビニー中に運びます。ここはしっかり純也が戻ってきました。左のサイドは今日純也、アセイ逆サイドへ、いいボールが来ます。トッチ外した、トッチ行く、トッチへ左のトッチがよくボールに触れています。リベンジャーズ、アイム、スバテイン、リョータです。部長オバタロー、体の幅を使いながら華麗なターン、そして右へのフィード、ビニー中に運ぶ、ビニーアウトで左へ、そのままビニーが行きます。部長リョータのキックちょっとミスになって、アセイがすぐ反応した。歩むとアセイのファール、シゲ、歩の得意な位置、間を割っていく、すぐ反応した歩カットイン、横使う、ギシ落とし、歩ソウシです。一度ラインを上げさせます。総主です。立ち上がりは両チームゴールが生まれました。激しいスタートになりましたが、少し展開としては両チーム落ち着いて、この辺りの時間というのはプレーをしています。ポイントが違います。やり直しフリーキック、アセイがボールをセットして入れていきます。キャプテン巻いてくる、いいボール2枚入ってきました。両谷はわずかに合わず、ジャイアントカズキ、そして得意のキック、ライナー性ピタッときた、さすが歩む、ウンプルンパー、両谷よく戻ってきました。スバティンからアセイ引きつけて足元、達也です。サイドに流れている達也のクロス、狙っている、シゲからイボルが入った、ピタッと止めて前を向いた歩む、近くギシがいます。アイムから右、ショーちゃん、中ギシが入ってくる、左足間割ってきた、ショーちゃん戻す、後ろからボレクリア、大地が狙う、コウジロウとの接触は笛がなりません。大地が行く、大地、中達也、シゲとのマッチアップ、大地2人目来た、外した、大地だ、ブロックシゲ、ボレービニー、もう一個ビニー浮かせて、シゲ立ちはだかります。ミラーズの壁、シゲ立ち上がった、ソータのファールを取りました。ちょっと一人倒れてましたので、
心配です。翔平です。ちょっと今のウィナーズにこの人欠かせません。先ほども一度倒れるシーンがありましたが、ちょっと翔平プレー続行難しいかもしれません。ぐっと踏ん張った時に痛めたと今トレーナーにも言っています。今日はウィナーズ交代枠はキーパー登録の秋則圭介、この2人しかいません。まあ、フィールドのユニフォームを準備してという状況ですが、それにしても中盤の翔平、まあ、一番欠かせないプレイヤーと言ってもいいかもしれません。ギシ反応、ギシ体入れる、ビにかわした、ドレンパからギシ、うまくターンしたギシ、ただこれは体を入れました。ソータ、リョータです。ルチョ第一、ルチョ、アセイ、一気に背後へ、達也が背後を狙う、第一、シゲが厳しくいく。今まだ翔平戻れてませんので、ウィナーズ現在10人で戦ってます。リベンジャーズからするとこの時間帯はチャンス。トッチ、ルチョ、翔平今戻ってきました、斜めのクロス、ジャイアントカズキがキャッチしました。キャプテンマーク、今日はジャイアントカズキです。先ほど見事な低い弾道のパントキックがありました。ジャイアントカズキのキック、距離が出ます。スバテイン、ショーちゃん、つながってアイム、右からかけるが来ますが、アイムは中に入れてきた、越えない。ルチョ、第一、うまい。達也は逆サイドを見ていた、ビニへつながる、ビニ入れない、ビニ中行った、ビニつながって、そこに味方いませんでした。戻ってきたのはミナーズ、オバタロー、オバタロー行く、ショーちゃん、翔平、ギシ、リョータです。広げてトッチ、内側からルチョが上がってきました。それで空いたスペースに達也、大地を使う、大地、大地だ、シゲのタックル、達也のパス、大地が反応したところ、うまく大地も外しに行きましたが、シゲ、最後はこの人がいます、シゲ。今日もあまりこう慣れない選手と最終ラインを組むということにもなっていると思いますが、安定感あります。小次郎のクリア、トッチ、トッチの左足、元フットサル日本代表の経歴も持ってます、トッチ。前半のアディショナルタイム3分です。前半のアディショナルタイム3分です。20分を回りました。前半立ち上がりにゲームが動いた試合、1対1のまま試合が推移しています。預けてアイム、前向いた、アイムの前にスペースがある、アイム引きつけて自分で狙っていった。左から純也も来てましたが、迷わず左足を振っていきました、アイムです。俺がやるんだという強い意志が見えます、アイム。ビニが競った、アザスが触ったボール、コジローのカバーリング、ソータ、ビニ、ビニが入れ替わりに行く、ビニのクロス逆サイドへ、
アバタロアセイアセイ達也達也のシュートクリア。ジャイアントカズキも前に出てきました。最後アザス、コーナーキックです。リベンジャーズ前に出ろ。精度の高い亜生のキックがあります。キーパーの前に人数を固める。そこにボール、低いキックになりましたが、これはミスキック。前半残り時間少なくなってきました。ジャイアントカズキのキックです。途中セッターオバタロウンパルンパ、オバタロツバテイン、ちょっとこれが重なりました。ミナーズ、リシがつないだ。ジュンヤ、ビニ、すぐジュンヤが反応しましたが、これはリベンジャーズボール。かなり局面は激しくなっている。ここまでの前半の戦い、達也が競ってビニが来る。シゲ、ここで前半終了のホイッスルです。1対1、同点での折り返しとなりました。立ち上がり少しゴールキーパー総司のミスもあって先制したミラーズ。ただ達也の見事なヘッドで追いついたリベンジャーズです。その後は一進一退、緊張感のある前半でした。ミナーズとリベンジャーズ1対1で前半が終了しています。後半がスタートしました。リベンジャーズのキックオフでスタートしています。エンド変わりまして、ウィナーズが左エンド、黄色と青のユニフォームです。リベンジャーズ右から左に攻めていきます。水色のユニフォームです。ハーフタイムでの交代をお知らせいたします。やはりちょっと翔平が怪我の影響で交代となりました。代わって本来はゴールキーパー圭介がフィールドで出場ということになりました。16番センターフォワードに入ります。トッチ、トッチの切り返し、クロスまで来ました。一方リベンジャーズですけれども、ちょっとかけるもどこか痛めたでしょうか。まあ、これ以上ちょっと怪我人は出したくない、出せないという状況です。ミナーズ、リベンジャーズの方はゴールキーパー宗司に変えてドルチユータが入っています。後半の立ち上がり、リベンジャーズのコーナーキック、イボルが来る、こぼれて、アセーダー、こぼれー、達也ブロック。ジャイアントカズキビッグセーブ。最初アセーのシュートはディフェンスブロックして、翔ちゃんですかね、そしてその後達也の前、ジャイアントカズキ見事なセーブです。エースのところにチャンスボールが転がってきましたが、達也ここは決められず。オバタロー切り返し、戻して、足元、アセイ、アセイ外す、エリア入ってきた、シュートだ。コジロー繋がった、アユムが来る、アユムカウンター、アユム自分で行って、アユムの左足、ルチョの対応。スバテイン、そしてルチョで対応しました。アユムのドリブル、そして最前線ケイスケが入っています。ミラーズです。そしてカケルが座り込んでしまいました。非常に苦しいチーム状況です。さらに怪我人が出てしまっています。ミラーズ、これで残るは秋のりしか今控えにはいないという状況です。股関節内側のあたりですかね、
自ら歩けてはいますが、どうですかね、ちょっとプレー続行は難しい。あ、入ってきました、秋典。これで背番号13、秋典選手が入りました。かけるに代わって秋典が入りました。翔ちゃんディフェンス入ってという声が今飛んでました。ウィングやっていた翔ちゃんが一つ下がるということのようです。大地が行きます。大地、大地ミドル、まあ、これでフィールドプレーヤー10人のうち本来はキーパーが2人という状況。本来キーパーのケイスケ、アキノリがピッチに立っています。これがアキノリ、そしてここに拾いに行くのはケイスケ。高さはあります。ケイスケ体入れました。ちょっと見慣れないフィールドユニフォームです。おばたろう、まあ、ある程度こうなってきますと、まあ、やっぱりリベンジャーズがある程度押し込む時間というのは長くなるんじゃないかと予想します。第一、第一から右へ、そしてこれは大丈夫でしょうか。こんなに怪我人がすることがあるのでしょうか。ちょっと翔ちゃんですね、立ち上がりました。ちょっと鎖骨のあたりですかね。翔ちゃんが左のサイドバックに入っています。で中盤がウンパルンパ、ギシ、ジュンヤという3人。前線はケイスケ、アキノリ、左アユムです。真ん中大地、大地真ん中に運ぶ。大地引きつけて右へ展開、アセイがエリア内、左足にコントロール、アセイのクロスずれます。そしてリベンジャーズの方はタイガが入っています。ビニを下げてこのタイガが入っています。アウトで使った、いいボールが来る。ソータ、ウンパルンパのしつこいディフェンス。アバタロー戻してタイガ、アバタロー、リョータです。左広げてトッチ、2枚いきます。トッチ、タイガー足元狙っていたウンパルンパ、アキノリです。まあ、使う体力も違いますし、キーパーとフィールド、まだ時間10分以上あります。おばたろう、ルチョから左、大地が走る、クロス上げましたがこれブロック、アザスのブロックです。トッチ、おばたろパスにしましたがコントロール、歩むだ、タックル、ツバテイン。結構ウィナーズはもう歩むでどうにかしてくれというような感じです。ある程度粘って歩むにつなぎたい、そんな展開になりました。亜生から大地、リベンジャーズは逆転ゴールが欲しいところ。カットイン、大地がスピード上げる、大地だ、コウジローのブロック、よく寄せました、コウジロー。
かりとコミュニケーションも取れています。第一のコーナーキック、まもなく30分になります。ファーサイド、ジャイアントカズキパンチング、距離が出ました。セカンドボール、アザス拾って、ルチョ、大地、間、トッチ、達也、大地、アウトで使う、トッチ、大地、小次郎、おまたろう、タイガー、ソータです。縦勝負、ソータのクロス、おまたろう、タイガー、ウンパルンパのディフェンスです。足元、アセイ、厳しく来て、これ翔ちゃんのファールを取りました。ただウィナーズ苦しい状況ですが、粘り強くディフェンスできています。右足第一、左足アセイ、第一に任せます。ジャイアントカズキの大きな声が飛んでいます。クロス、鋭いボール、おばたろう、折り返し、合わせられません。うんぱるんぱ、うまい、ソータ、ウィナーズボールです。決定機でした、リベンジャーズ。達也競って、りょうた、おばたろう、りょうたですが押し込めませんでした。惜しいシーンでした、リベンジャーズ。ウンパルンパ、ギシ、アイム、歩む、自ら行きます。強引ですが、歩むが仕掛けます。マイボールだとアピールをしてますが、リベンジャーズボール。おばたろう、うんぱるんぱを外す。おばたろう、ルチョです。預ける、達也、背負う、達也強い、達也背負ったところから一気に反転シュート、そして歩夢を走らせるキックでした、ジャイアントカズキ。ここで小次郎、背負いながらクッと前向いて、すぐに右足振ってきました。これぞストライカーです。この体の幅の使い方、そしてシャープな振り、惜しいシュートでした。部長、リョータ、タイガー、部長、リョータです。リョータのキック、小次郎、これタッチ終わりました。ポイントが違うということでやり直しです。部長、リベンジャーズはこの展開は勝ち切りたいところ。アセイです、アセイが右、アセイ、トッチ、カットイン、左を使った、ルチョ、ルチョの折り返し、アザスの対応、よく足に当てました、アザス。前線、アイム、またアイムがちょっとセンター真ん中に入って、左にケイスケです。ケイスケ胸コントロール、ケイスケ強い、ケイスケつなぎました、いいプレーです。第一、どっち、おばたろう、亜生です。残り5分、
ソータが来る。ソータのクロス、トッチ。アザス。厳しく来た、おばたろう。おばたろう。おばたろう、縦に行く。おばたろうの柔らかいクロス。ここに飛び込む選手がいませんでした。ケイスケ。起点に慣れています、ケイスケ。ギシ。ギシから、アイム。アイムです。アイム。アイム行く。アイムが狙う。アイムがなんとか意地を見せようというプレー。かなりも個人で仕掛け続けてますので体力的にも厳しいと思いますが、それでもゴールを目指します。跳ね返す、シゲ強い。くるっと回ったアイム、体当てて、オバタロウです。左へ、トッチ、トッチ、ハイを狙う、達也が来る。シゲのクリア、ジャイアントカズキがここを抑えます。ジャイアントカズキのキック、ケイスケです。ケイスケを触ってます。スペースへのパスですが、これはずれてしまいました。ここでリベンジャーズが交代を準備していました。選手の交代をお知らせいたします。ソータに変えてコバ、ソータ選手に変わりまして、そしてトッチに変えてソラチーが入ります。コバ選手が入ります。残り3分です。トッチ選手に変わりまして、背番号9ソラチー選手が入ります。第一タイガーリオタです。広げる、部長サイドを変える、アセイ、ちょっと長いか、残ってます。タッチライン割ってしまいました。少しずつリベンジャーズには焦りが出る時間帯です。怪我人続出のウィナーズ、この展開ですと勝ち切りたいのはリベンジャーズ、まあ、ウィナーズはもちろん勝ちたいという気持ちはありますが、負けられないという気持ちで今ピッチに立っているはずです。その王者としての粘りはここまで見せられています。ケイスケ、アキノリ、ゴールキーパーの2人がフィールドプレーヤーのユニフォームを着てピッチに立っている。それだけ台所事情が苦しいウィナーズ、その中でチームとしてはまだしっかりとここは戦えています。タイガースバテインからコバが立てます。ショーチャーのディフェンス、フリーキック、39分になります。残り1分とアディショナルタイム。リョータ広げる、ルチョ、タツヤ、シンプルに入れる。タツヤがオフサイドでした。ここで交代です。ルチョに変えてカズが入ります。リベンジャーズ背番号17ルチョ選手に変わりまして、背番号22カズ選手が入ります。左のサイドバック変えてきました。そしてソラチーが今右に行って、大地も、大地がちょっと左にポジション変えたようです。カズここは見送りました。ドルジユータ右に行けという指示です。アディショナルタイムに入ります。順位とかではなく優勝争い、もう優勝は決まってますけれども、それでもこの両チームライバル同士、譲るわけにはいきません。残り時間が少なくなってきます。
弾んだボール立てます。ウンパルンパのところ、そっちウンパルンパ、ケイスケ、ケイスケです。キープした、引っ掛けてリョータ、カズ預けて出ていく。大地が左に回ってます。達也真ん中で要求しますが、カズを使った、カズカットイン、カズ達也、達也のシュート、貪欲にゴールを狙っていきます。エースの達也、コーナーキックです。ファーサイド折り返しはドンクリア、ジャイアントカズキ。第一のキック、スバテインの折り返しでした。最後はジャイアントカズキ、逆サイドからアセイ、ニア、はめ返す、ケイスケ、つながった、ギシ、取り合いだ、激しい競り合い、ギシのところ第一、アセイのパス、第一コウジロー、コウジローのパス、頭でつないだタイガー、バタロー、前に行かせないミナーズ、しつこいディフェンス、よく走ります。バタロー行く、体を寄せる、ナイスディフェンス、翔ちゃんのディフェンスです。ロングスロー行きます、コバのロングスロー、時間がなくなってきました。エリア内、こぼれてくる、クリア、まだあるか、ハンドはありません。カズ入れる、広げて達也、柔らかいクロス、クリア、シゲ、つながった、ケイスケ、ケイスケ行く、ケイスケのパスがちょっとずれて、ここで試合終了です。すべてを出し尽くした両チーム、ウィナーズとリベンジャーズ、ライバル同士、結果1対1、両者譲りませんでした。怪我人続出のウィナーズ、意地で戦いました。逆に勝ちきれなかった悔しいリベンジャーズ。リールズリーグ2023第7節、ウィナーズ対リベンジャーズ、1対1の引き分けで幕を閉じました。最終第4試合、ウィナーズ対リベンジャーズ、1対1引き分けで試合。この後はリールズリーグ2023の表彰式の様子をご覧ください。大変お待たせいたしました。これよりリールズリーグ表彰式を開催いたします。まずはリーグ MVP の発表です。リールズリーグ MVP はリベンジャーズ達也選手です。それではリーグ MVP 達也選手に、しずちゃんから MVP パネルの授与です。達也選手に大きな拍手をお願いいたします。それではリーグ MVP 達也選手に一言感想を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。リベンジャーズ10番の達也です。とりあえずまずこういう光栄な賞をいただけてすごい嬉しいです。でもその反面、優勝できなかったのはすごい悔しいですし、まあ、その中で MVP 選んでいただいたのはすごい嬉しいんですけど、まあ、ウィナーズに勝つっていうのがリベンジャーズとしては最終目標なので、また一からチームみんなで頑張りたいと思います。リベンジャーズすごいいいチームなんで、ウィナーズの応援もしっかりして、リベンジャーズもライバルチームとしてしっかり応援してもらえたらなと思います。お願いします。 MVP 達也選手でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。
続きましてリリーズリーグ初代チャンピオンの発表です。初代チャンピオンはウィナーズです。大きな拍手でお迎えください。フラッシュ。イエイ。あれさ、リールズリーグ初代王者ウィナーズには優勝賞金250万円が贈られます。初代チャンピオンウィナーズです。それではウィナーズキャプテン圭吾選手に一言いただこうと思います。圭吾選手よろしくお願いします。自分はですね、2節目で怪我してしまって、そこからプレーできなかったんですけど、その後チームが一つになってくれて、ここにいるメンバーと監督スタッフに感謝したいと思います。はい、おめでとうございます。それでは優勝トロフィー授与です。優勝おめでとうございます。フレッシュ。本当に、ここまで本当たくさんの方の応援のおかげで、優勝することができました。そして我々、ウィナーズという名前の通り、無敗で優勝できたというのは、本当に大きなことだと思います。で、本当にここに今来てくださった皆様と、このスタッフの方と僕ら選手たちで、本当にこれから日本のサッカー界をもっと盛り上げていけるように頑張っていきたいので、皆さんぜひ力を貸してください。もっと盛り上げていきましょう。ありがとうございました。